こんばんばはです今日はガスの話ですねこれまで帯広時代東京時代神奈川時代といくつかの賃貸マンションアパートを借りてきたんですがまあどのその賃貸でも都市ガスの地域に僕は住んでいたんですよそれで昨年末にこちら栃木県の宇都宮に引っ越してきたんですがこの賃貸はですね都市ガスの区域外に あるんですよね。そんな僻地っていうわけではないんですけど、まあ、なんかこう、あんまり都市ガスの整備が進んでいない地域があるようです。なので初めてプロパンガスに契約したんですよ。で、最初の検診票が来たんですよね。えー、まだ引っ越して1ヶ月経っていません。12月28日から1月22日までの分が今回請求される形になるんですが、使用量としては7.9立方メートルですね。それでお値段、 一体いくらなのかっていうと合計9097円となっていますいやープロパンガスって高いんですねまだまるまる1ヶ月使っていませんし7.9立方メートルってそんなめちゃくちゃ使ってるっていうわけでもないですよねなんか高いなと思って、まあ、以前の都市ガスの時の料金表を見てみたんですよ え、11月の検診票があったので、これを見ますと、東京ガスとの契約で、1ヶ月使って使用量は10立方メートルでした。それでお値段が2068円ですからね。その前の月は、さらに使用量が少なかったので、1775円でした。ですからその、 僕のガスに対する料金の感覚って、まあこういう感じがずっと続いてたんですよ。それがプロパンガスになり、1ヶ月使ってないのに、もういきなり9000円でしょ。やっぱりたまげますよね。これだから1ヶ月9000円、これ年間で考えるとね、やべえわ。結構宇都宮ってプロパンガスの地域が多いみたいでですね、なんかこう、プロパンガスを扱う会社も結構あるんですよね。で、その料金って会社によって違うみたいなので、変えられるなら変えたいところじゃないですか。 今、比較サイトなんかもありますから、そういう,こう比較をしてみて、あこのガス会社にしようとかっていうのも選ぶことができます。しかしですね、この賃貸に関しては、この管理会社とこのガス会社が同族企業っぽいので、できないんですよね。いや、これはね、うまいこと考えたなっていうか、それは儲かりますよね。都市ガスでこれまで払ってきた人間からすると、やっぱこのプロパンのね、金額がね、高いよ。も、ま、う、あ、なんていうか、ぼったくりみたいな金額というかさ、まあ、それはね、でも、 地域によるというかそのガスの仕組みが違うから仕組みというかその、ね、物を置くかみたいなものもあるからちょっと難しいところではあるんですけれどもいやーちょっとなめてましたわ次引っ越す時は年がすスか、まあ、最低限ねそのなんか会社を選べるようなところにしたいなというのをもう強く思いましたというところでガス代高えよと、まあ、そんなお話でしたえ最後に可愛いポコちゃんをご覧ください<笑><笑>

<laughs> mm! <laughs>